드디어 시작한 내일 아르헨티션! アップデートで成功する秘訣。アップデート。これ皆さん経験あると思うんですけど、アップデートって本当に、僕のパターンだと、いろいろある、それはもちろんありますけども、あるんですけど、やっぱりここが重要なんですね。ここが重要。アップデートがやっぱり重要。ここでつまんなかったら、次ないですよ。はいはいはい。ここでつまんなかったら、もういいや。どう？会話とかね。会話とかもちろんそうです。合わないなとか合うなとかもそうとか、ね、恋愛する時っていろんな駆け引きをテクニックあるじゃないですか。今回はその、初デートの、成功するテクニックを、今日やりたいと思うんですけども、果たして本当に効果あるのか、これをバナキさんに判断してもらいます。バナキさんに判断。じゃあ俺が判断なんだよ、女じゃねえしさ、恋愛経験乏しすぎるし、やめてください、ほんとに。ということでね、荒木さんに、これ以上は、これは OK、これはなしって、宣伝をしてもらいます。よろしくお願いします。では、いきましょう。この映画、めちゃめちゃ楽しいね。今日からもう遅くなっちゃったけど、今日はもう帰ろう。そういえばさ、クマに襲われる感覚ってどんな感覚？なんかね、頭の中で、なんか知らないけど、同僚のゴリのクマさんがずっと流れるの。あの無事ゴリの中、クマさんに行って、ああったって。なんかわかんない。そんな感覚。なんかよし、睡眠薬入れちゃおう。お待たせ。はい、ということで、一通検証していきましたけども、今ね、バラキさん検証中でございます。はい。エッセンシング法が違うテーマですよ、はい。私だけじゃん。ふざけてないって。いや、睡眠薬って犯罪じゃん。いや、せめて睡眠薬じゃないですよ。いや、睡眠薬、いや、よくコナンでクソ作るのやつがこういう風にしてるの。だから、睡眠薬で眠らせて、淡い音がでなって、そしたら相手の子もいつの間にこんなとこ来ちゃった。睡眠薬伸ばされる時は別に分かってないんですよ。ちょっと眠くなってきちゃったら、お酒で酔っちゃったって感じるわけです。それが犯罪じゃない。はい、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 笑いさん聞いていただきましたけども、さあ決勝終わりましたね。発表のほどお願いします。はい、はい、どうですか。こうなりました。はい、どうした。何、5番は5番。5番。あ、4しかないの。いや、睡眠薬もう外されてる。だろうね。睡眠薬はまあ、ちょっと待って、でも映画以外、一応ね、一番が、夜道。ほら、映画、ダメだった。一番が、夜遅くなったら、返す。で、二番が、服を褒める。で、三番が、スマホを見る。はい、4番が、映画。あんま早いですか。まず一番は、やっぱり夜返してくれる。まあ、そうだね。それが一番いいかな。やっぱ初デートエッチはダメですか。それはダメでしょ。ダメですか。全然いいって思うのもありますよね。まあそういう人もいます、確かに。
やっぱ会社の目線なんだ。そちらもまあ、なるほど。普通型でしょ。普通型だろうね。で、4番が映画。これは単純に私の問題で、はい、なんだろう、緊張する。隣に知り合いとかいると、息がしづらくなって。あ、俺、それで言うなら俺、ポップコーン食べる人に言われて。いや、知らんわ。知らんわ。うるさいのよ、もう。映画見てもね。そうだけど。くちゃ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 。うるさいなーって。あ、そういうか。ポップコーン絶対余るし。余るし。で、まあ、あれちょっと待ってください。僕はお願いします。え？え？いやいやいや。何？一つでも足りないっすよ。いや、これで全部でしょ。いや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 。睡眠薬？え、あれ、成功する拉致関係の薬だよ。睡眠薬で成功する成功の方法やめなさいよ。何じゃんお前は。ラチ関係で成功する方法だったということで、睡眠薬デラップにも入れないです。入れない。睡眠薬も、ね、いやまあまあ4番までね。まあまあこういうことでしょう。まあこういうことでしょう。ああこういうことでしょう。はい。まあ映画までは大丈夫で、こういうことでしょう。なんか一つありました。なんか一つありました。なしってことでございます。まあ次からふざけない。ふざけない。